さん、こんにちは。山上健太と岩坪玲香です。今日はスローフォックストロットのリバースターンからフェザーフィニッシュ3ステップまでをやってみたいと思います。まず踊ってみたいと思います。3、4、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー。0、2、3、4、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー。まずはじめに、このフィガーを踊る上で気をつけている点を説明したいと思います。リバースターンですね。リバースターンの入り口は、左回転なので、まず相手と立った時に、体に少しローテーションが必要なので、男性は少し体を右に回転させてシェイクさせて、ここからまず左回転に入ります。で、女性の方も骨盤の位置が、大体に対して正面に立っちゃうとこうバックバランスになってしまうので、少し右のヒップをこう高くしながら骨盤が少し斜めになるように、相手に対して斜めに入るようなイメージで、組んでるイメージを作ります。なので最初は普通だとまっすぐなんですけど、左回転入るときは少しこう斜めの位置から、斜めの位置から入って、ここでお互いに骨盤で押し合わないような位置を作りながら、女性はヒールターンで、男性はスイングしてリバースターンで、そこからフェザーフィニッシュで3ステップにつなげて、で、フェザーフィニッシュの、ね、流れからも同じで、最初にこう斜めを作っているので、そこから男性はこうスイングをしていって、ここで足が揃ってくるところでも、まっすぐまっすぐしないで、体をしっかり次のスイングに向けて斜めにしておきます。で、斜めからしっかり大きなスイングを作っていくっていうのをイメージしてやってください。どこでも、水平になってしまうと、立った時お互いバランスを崩してガクッていく瞬間をよく見ちゃうと思うんですけど、そこはスイングの準備ができてない時に起こっちゃいます。なので、いつも左回転に入る時は真正面に立たないで、相手の斜め前に立つわけですね。で、斜めになりながらそこから大きくスイングして、スロークイッククイック、スロークイッククイックといけるようにしましょう。で、3ステップのところは、フェザーフィニッシュからこう終わって、体が次、左回転に入るときに、まずここでロワーのアクションを行ったら、最初から体をこうひねってしまうと、相手とねじれてしまいます。なので、3ステップが、フェザーステップが終わった後から、すぐこう体をねじってしまうと、あまり進めません。なので、最初に、まず行わなきゃいけないのは、この左回転の体の向きを維持した、まず一歩目のスロー。ここですね。ここはまだ体の回転を少なく。ここはドライ。で、足が引き寄せられてきたところで、背中を男性は少しリバース回転させて、右ボディが少し前に出るようなイメージで踊っていく感じをやってみてください。そうすると、最初のこのロアのアクションを行われたところで、まずドライブアクション。で、そこからドライブしたら、ここから少しボディのターン。で、サイドリードをしながら、次のステップに向かっていくっていうイメージで踊ってみましょう。そうすると、相手をね、ひねらず、で、しっかり大きく体が使える。で、動けるっていう位置を作れると思います。ちょっと最後にね、踊ってみたいと思います。
これらを気をつけて練習してみてください。またねー。